改めまして宮野守です。改めまして遊佐浩二です。それでは早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。石田明さんです。どう、宮野くん、遊佐くん、お待たせしました。ようこそお待ちください。お待ちしておりました。本当の意味でお待たせしました。ごめんなさい。お待ちしておりました。よかった、来てくれて。よかった。僕らはもうみんな心待ちにしております。嬉しい。こんな嬉しいことないですね。本当、はい、僕も来られてこんなに嬉しいことはない。みんな心配していたんですよ。ここにね、たどり着くまでに。この番組が始まる前に、いろいろなね、数々のドラマが生まれました。ドラマが生まれました。ありましたね。そのことについて、伊佐さんから一言お願いします。っていうかいつの間に引っ越したんだよ文化放送。はい、実はですね1年ほど前なんですけれども1年も前に引っ越ししてたんだって、うん、そうなんです。それを知らない俺って何そんなに文化放送縁遠いの出てねいや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 でもねお越しくださってよかった、ね、もう ねイベントを経てそうなんイベントで懲りて出てくださらないじゃないかと思いましたけれどもううんざりみたいな何かの嫌がらせかなと思ったもんここで撮るのかって思ったんですよね、はい実は伊佐さん移転前の四ツ谷の方に一度お越しになってそりゃそうですよ。だって文化放送に来いって言われたら、はい、ここ行くでしょ。文化放送といえば四ツ谷に行くよ。四ツ谷はえ普通か、うん、いやみんなそうです。今四ツ谷どうなっちゃってるんですか ねそれはねどうでした、ね、現場レポートとして生の声をお聞かせください。すごい穏やかっていうか静かだったそうですね閑静な住宅街、うん、建物はありましたか全く何もなくなっていやいやいや僕らはもうその情報を ね耳にしてから、うん、どんな状況なんだろう。そう、予算に行ってみたくなっちゃったみたいな、ね、一瞬自分が信じられなくて、うん、あれここだった道間違いようがないよな。間違いがない。確かにこの角を曲がって入っていったところに、うん、そう、その建物があるはずだと、ね、そう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 。だから離れたところから分かるはずなのに、うん、あれなんか見えないな今日はとか思っておかしいおかしいとか思って、うん、それは怖いですよね。怖い。あるはずのものがないんですよ。明日オカルトだよね。オカルトですよ、うん。だってあっても怖い建物ですよ。それがなくなってるわけで余計怖いわけですよ。量を知ってるってことは。まあ確かにね。いやいや。でもいいじゃないですか。こんな綺麗なところになって。いやいやいや。なかなかね、こう綺麗なビルになったあなたで、うん、いろんな悩みもあったりするんですよ、ね。エレベーターがなかなか来ない。そうなんだ。駐車場もなかなか来ない。あ、そうそうですね。なかなか来ないシリーズなんですけどね。なかなか来ないシリーズがちょっと僕もなかなか来ないんですよね。本当にもう。というわけで、伊佐さん、せっかくお越しいただいて、伊佐さんといえば、よも指名役でおなじみですが、伊佐さんにね、役どころを説明していただくのはもう当たり前すぎるので、僕はもう、この番組のしきたりがございまして、はい、宮野くんが、伊佐さんになり代わって、伊佐さんの口調で、伊佐さんの心で役のところを紹介してください。そういうことならいっぱい説明して、うん、うわくそモノマネだよねこれモノマネモノマネではモノマネありきなのモノマネではないんですよ。似てないからそうそうそう毎回似てないけどチャレンジするんだ。そうすごいな。ここも似てないチャレンジャーだなさあお願いしますマモ。僕はよもしめエコーかかるなこれ僕は両毛指名5の任官試験があるって聞いて来たんだよ本当はね僕文官志望なんだけど随分遡ってからこれ11号までたどり着くまでどれぐらいかかる。戦えなんつって言われちゃって戦ってみたところなんか勝っちゃったんだよね、はい、大衆寺に大衆寺に勝っちゃって言っちゃダメですよ。あの人実は弱くてそう言っちゃダメ。弱くて今やねもうなんか尻に敷いてるみたいなね大衆寺とまあ僕はなんか夫婦みたいになってるけども応戦しちゃったとんだな最後すごいとんだな両文字目さんありがとうございます。はい石田さんどうですかこれあ今日でやっと両毛っていう役を掴んだ俺こうやればいいんだこうやればいいんだと石田さん本当に申し訳ありませんでした僕は両毛指名、うん、どうですか、ま、補足が、間違ってない部分をまあ大筋で言ったら間違いはないですそりゃあまあ
正しいことです。正しいこと。大丈夫ですか。はい。ただ、うん、ただ、太子城バカにするな。そうですね。太子様を。太子様をね。太子城バカにしてるのは僕らだと。現場での。まあでも愛着を込めて言ってるんですよ。そうなんですね。この間、伊藤健太郎が、はいはい、伊藤健太郎くんがですね、うん、ゲストに来てくれて、その時もね、散々こう、持ち上げてきました。よっ、将軍いや、すごいね将軍って言ってくれてその言い方がもう、バカにしてるよね。いや、将軍大層ご機嫌でお帰りになる。そうか、そうかって言って。いやでも王政も解けましたから皆さん。そうなんですね、うん、王政を解けて、うん、僕ら的にはまだね見てないけどね。そうそう、王政の姿はね。そうそう、でも千賀ですごかったですよね、はい、伊沢さんの詩とかなんか爪が後ろからこうグワーってなんか出てる、うん、やっぱいろんなこうパーツがね、うん、大きく変化して、はい、それぞれかっこいい武器に変わってると思うので、それぞれね、技名も叫んだり、うん、そうそうそう、名前叫びましたね。技名どっから出てきたんだろうね、あれね。そうそうそう、急に叫んだりカンペとか見せられてこれこれみたいな、あ、そうそうそう、読み方これですって、はい、なんかたたきかけるものがあったのね、玉児から君は、うん、これって言われたんだ、軽いな、玉児、玉児兄さんから、玉児兄さんから自分こういうのしとったらいいね。あ、すごいな、玉児兄さん。だから玉児兄さんをね、うん、いろいろみんな狙っていろんな人が行くわけです。そうなんですよ、玉児兄さんの奪い合い、兄さん弟子入りさせてください。弟子入りなんだ。ということで、この後も伊沢さんにはまだまだお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。